さんドズル社さんに雑に呼ばれたお話そんなすることないけどな。ていうかまあ呼ばれた時にチラッと話したけど、まあなんか編集しててちょうど区切りよくはーっつって何しようかなーみたいなしてたら LINE がポロンって来てて、今何してますって来て、ねえ一息ついてるってことで、撮影中なんですが一瞬だけオラクのギャグを聞きに来てくれませんつって来たから、さあいつでもドズル社サーバーに突然来てくださいって言われて、オッケーっつってで行った。いやだボンさんが撮影中にいきなり LINE送ってきたんだと思うよ。うん、他の人知らなかったもん、他のメンバーは。でも潮さんがいきなり入ったらこんにちはって言ったら、えってなったもん、みんな。え、白子さん、え、なんでって感じになってた。白子さんよく分かってない、一発ギャグ聞いてくれとしか言われてないし、でも入ったけど撮影中何度ももう知ってるからいいのかなと思いながら、もうでもまあいいかっつって、うん、まあ何かやっても怒られるのはボンさんやろっつって別に白子さんなぶって何も知らんし、うん、あ撮影中っていう、そういう撮影中だったんだなーって、あの動画が上がって初めて企画知った。あそういう企画だったんだと思って。ヒカックさんとかね、お久しぶりだよね。本当に。いやでも、お久しぶりと言ってもいいか分からんぐらい、なんかもう初めましてに近いぐらい久しぶりだった気がするけど。表でなんか接してなくて、裏で接してて、その表で会うのは初めましてとかさ、そういうのあったりするからさ、そのなんていうの、こういう活動とかしてる側の人間って分からんくなるよね。その動画とか配信ではご一緒したかみたいなね、そうそうそうなる。そうボンさんのライブの時とかで顔合わせてる人結構いるからさ、動画向きとか配信向きに始めましての時あるからね、やっぱり。しおこさんもさ、今さ、先生とさ、ラジオやってってさ、一緒にご飯とかもあったりするじゃん。先生と実は配信しばらくやってないんだけど、でもなんかラジオ一緒に撮ってるから、なんか感覚的にはさ、いや全然しょっちゅうなんか一緒に配信してる気分なのよね。なんかバグる。